色とりどりカラフルなパステル模様のデコレーション、見てるだけで楽しくなるガラスのショーケース、どれにしようかなって迷う、選びきれないよ全部欲しい、わがままでも許してね My darling。 それはとても助かりますが、さっきもさ、ビールケースを3つもまとめて運んでたし、何送ったらそんなにパワーが出るんだ？マジかよ！マシュマロツリーすげえ！そんな風に言われるとちょっと気分いいな。はじめまして、黒瀬さくらと申します。今日は自己紹介をすることになりましたので、兄さんと一緒に暮らすお家のリビングからお届けしますね。あれ、さくらさん、何をしているんですか？白亜さん、お帰りなさい。ただいまです。状況を察するに、ゆうまさんに頼まれた自己紹介の撮影ですか？ええ、兄さんに頼まれたことだからきちんとしておきませんと。ふふ、ゆうまさんのためだなんて、さくらさんは本当にお兄さんが好きなんですね。好きって、確かに兄さんはすごく優しくて頼もしいし、私が事故に遭ってからもずっとそばにいてくれて。鮮やかな光も静かに照らす光も、完璧じゃないから愛おしい、
あら？あらあら？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 誰かと思えば辻堂くんじゃない。そうね、まさか2年連続で私からクラス委員長の座を奪った辻堂くんが声をかけてくるなんて。それもまるで下手なナンパ目的の男のような口調で話しかけてくるなんて、随分と奇遇ね。重い気持ち溢れ出した、説明できないような熱を持ってる。柔らかで温かいこの気持ちを言葉にしてみたいのに。動くな、今度こそ捕まえたぞ。先輩、ここに来るまでに誰か見なかった？そっか。動くな、今度こそ捕まえたぞ、ストーカー。白前先輩とは違うやつ。初めは先輩がストーカーかと思ってたんだけど、勘違いだったじゃん。だから安心してたんだけど、最近またつけ回されてる感じがして。ついてく落ち葉の十分単、夕焼け空と景色が同じ色染まってゆく。あなた昨日の、どうしてあなたがここに？すごいですね、こんな偶然あるなんて。この偶然、運命、そう思いますか？届けブースター、リフレ、好奇心マイベスト。
御殿着地のこと？高いところから飛び降りる時の心得みたいなものよ。それよりあんたは本当に大丈夫？派手に子猫の下にダイブしてたけど。どこか痛いところあれば言いなさいよ。あ、ほら制服が汚れちゃってるじゃない。私たち。紹介をさせていただきます。当店はリニューアルオープンして間もないすみません、そろそろ慣れないとダメなのは分かってるのですが。はリニューアルオープンして間もないエロゲー専門ショップです。バリエーション豊かな品揃えはもちろん、毎月のおすすめ新作に特化したコーナー展開など、来てくれた皆さんを飽きさせないお店です。そして当店は私を含めた3姉妹で今日も元気に営業中。皆様のご来店を従業員一同心よりお待ちしてます。がむしゃらだだを持って駆け抜けてく夢の中、泣いても前だけ見て進むよ。小さな手のひら何をつかめるか、誰も知らない星に地下層に見えて、雲でさえも届かなくて、希望を理想を眩しい。トシ、いや、鏡くんは随分大きくなったね。3年も経ってるからね。元気にしてた？私もご覧の通り見事な健康体。私もいつまでもおてんば娘ではいられませんから。だってあれから3年も経ったんだよ。鏡くんはあんまり変わってないね。それって体以外成長してないってこと？にゃーにゃにゃーん！猫キングへようこそ。
カノン先輩、あくびはダメです。やり直しですよ。だって朝早くに起こされたんだもん。あくびの一つくらいする。カノン先輩の眠気を甘く見てたっす。でもカフェの開店時間になる前に取っちゃわないと。もうちょっとだけ頑張ってください。頑張ったら何かご褒美ある？え？私が無償で何かしてあげたいって思う相手は一人だけだから。先輩のことっすね。ほんと、カノン先輩はお兄さんラブなんすから。私も彼が好きっていうか、もう彼じゃなきゃダメっていうか。何？なんで笑うの？私変なこと言った？それに私こう見えても結構尽くすタイプだと思うんだよね。だから絶対浮気もしないし、相手に満足してもらうためなら何でも頑張るし。さすがに向上心のない人は無理だけど、本人に頑張る気があるなら少しくらい私が養ってあげても。そっか、私って自覚がないだけで重い女だったんだ。もうしょうがないな。ほら口開けて、お姉さんが食べさせてあげる。はい、あーなーに照れちゃって、可愛いところあるじゃない。
ラ・エカルラート。任務を帯び、フランスからまかり越した。その任務とは、利害の存在である魔女の駆逐。海外での単独の任務を命じられたのは名誉なこと。我が家電の剣にかけて、必ず成し遂げてみせる。とか、かっこよくて凛としてて、いかにもな女騎士って感じの子だと、最初は思ってたけど。これでかなりのポンコツですし、何より神羅先輩の前では大和なでしこ顔負けのもじもじ乙女ですもんね。それは仕方がないではないか。何せ私はあの方に